スノーマン目黒蓮、休日は睡眠三昧推し動画はメンバーが出演しているもの。スノーマンの目黒蓮が20日、東京都内で行われた TVS レグザの新商品、新グローバルブランドアンバサダー発表会に出席した。レグザのグローバルブランドアンバサダーに就任した目黒は、新 CM に出演。この日は巨大なオリジナル名刺を送られ、自分の名前が入った名刺を作ることがなかったので、嬉しいですと笑顔で喜んだ。トークセッションで、休日は何？三昧？との質問を受けた目黒は、睡眠三昧ですねと回答。アラームをかけず、起きたいタイミングまで寝るのが、すごく好きだと言い、本気を出したら20時間ぐらい眠れると思います。理想の睡眠時間を聞かれ、5から6時間だと集中力を持って仕事ができかなと応じていた。さらに、自身の推し動画は何と尋ねられると、メンバーが出演しているものは毎回チェックすると答え、例えば向井康二がバラエティ番組でトークをしているときは手を合わせ、頼む、受けてくれ。笑いを取れと力を入れて見てしまう。頑張っている仲がいい友達を応援したくなる感覚です、などとメンバー愛を口にした。